調布市国際交流協会は20周年を迎え、記念式典とパーティーが行われました。そして本日は滝柳理事長の挨拶の後、来賓の祝辞が続き、式典が始まりました。第2部のパーティーは調布三曲協会の演奏、子どもたちのタヒチアンダンス、電通大の中国人留学生の踊り、ベリーダンスなどパフォーマンスが次々に披露され、会場は国際色豊かな雰囲気で盛り上がりました。